携帯の充電がなくて、携帯触ってたら充電ないわって思ってちょっと寝てたらめちゃ寝ちゃった。ごめんなさい。めちゃ元気です。こんばんは。楽しかった。よかった。ありがとう。寝ちゃってました。ごめんなさい。本当に今からもう一回寝たら夜のお仕事に遅刻しそうなので遅刻しそうなので見ないように、寝ないようにします。イエーイ。ダメだ、動けないわこんばんは。なんかここら辺にこうやって寝てたからかわかんないんですけど、めっちゃ裏が痛い今日も可愛い、ありがとう。全然お忙しくないっていう、お忙しいっていうか、朝午前中っていうかね、お仕事させていただいてちょっと時間があったから、プリマのお昼公演を見に行ってきたんですよ。でプリマのお昼公演見に行って、あ、ショールームするまでちょっとまだ時間があるわと思ってで10分だけ寝ようって思って、アラームもかけてたのに絶対にならなかったよね。絶対にならなかった。はい、悔しいです。プリマはめっちゃ楽しかったね。最高でした。最高プリマちゃんでした。そうあ、そうなんです、発表されたんですけど、4月14日 FC 岐阜来場させていただきます。応援隊としてね、イエーイ。はい、本当に嬉しい。今年も岐阜行けてお仕事で嬉しいです。雨は耐えたね。いや、降られたんだけど耐えたね。そう、涙の湘南よかったね。トヨタ自由航路からの岐阜応援隊ということで、マジで楽しかったっす。皆さんも夜公演行かれる皆さんも楽しんできてください。そして4月14日は、岐阜に来てください。13日は豊洲に来てください。よろしくお願いします。はい、もう本当に楽しみです。4月、もう久しぶりのサッカー観戦ですね。14日、やばいね。しかも岐阜の、調子が良すぎる岐阜の試合を見れるということで嬉しいだけです。プリマ会場にいたよめっちゃね盛り上がってました。楽しかったね。そう、イエーイ。皆さん勝利の女神になりますよ。頑張ります。でももうマジでめちゃ調子いいし、めちゃ調子いいから、早起きじゃなかった今日全然。なんでこんな眠たいんだろう、なんでだろう、わかんないんですけどS公演なのね。明日 S 公演なのね。明日は、明日も激髪なんだけど、どうしたらいい。押してる選手は、ちょっと待って、一旦冷静になるね。目が寝てるよね。目も飛び起きたから、飛び起きてここ来たから。まず明日 S 公演がラスト JK なので、頑張ってラスト JK を楽しみたいと思います。言えた言えた。そして
推し選手ですね。岐阜の推し選手か。まあでも今年は本当にどの層も人が熱くて、毎試合どの選手が出るんだろうなってた気持ちになってるので、楽しめましょうってことは朝配信、そう明日は朝配信、イエーそう、鍵穴始まったよね。ごめん、ちょっとだけ今日はコメント被ります、ごめんなさい。パン祭りだって楽しみのね、パン祭りいいね。トコちゃんとルカさんと糸美希ちゃんですそう遅めなさ。でもなんか今日全然時間なかったんだよね、朝ごはん食べずに来ちゃったもん。なんででしょうか。うん、ちょっと今日は早く寝ますね。4月1日当たった？おめでとう。楽しみましょうね。お昼は食べました。お昼何食べたっけ。お昼は鯛茶漬け食べました。お仕事してから鯛茶漬け食べてからプリマちゃん見に行きました。はい、昨日はね、久しぶりにね、編み物してたの。そしたら気づいたら2時でした。これが全ての原因です、寝不足の。怒ってください、皆さん怒ってください。鯛茶漬け、マジうまかったっすよ。マジうまかったっすよ。皆さん、美味しかった。ね、アイカピョンは可愛かった。昨日、昨日誰かが夕方にプリマちゃんがあるっていうのを教えてくれたから、ショールームで、だからこれ行くしかないって思ったから、昨日ね昼にプリマちゃんに行くよって言ってくれた人のおかげで今日行けましたそう、何も作ってないよ。あ、帽子作ってます。帽子作ってます。まだね全然途中。着替えはですね、教えないそう、なんかこれがプリマのライブかっていうか、なんかすごい、まあ、プリマとしての活動は中作が中高1の時くらいからだから、もう3年くらいなんですけど、この3年でこうプリマが積み上げてきたものをすごい感じることができたライブでした。そう、ケツ声見てください、ぜひぜひ。ごめんよ、かぶっちゃって。そう、こんばんは、こんばんは、皆さん。インズユニットの応募方法分かりやすかった、ありがとうございます。そうやって言っていただけて嬉しいです。なんかさ、あのメールアドレスを打ち込むところがあるじゃないですか。だからこうメールアドレスを全部入力してたんですけど、メールアドレス入力してたら載せられないと思ってめっちゃ汗汗してましたまだの方はぜひ中坂美優ちゃんに投票よろしくお願いします。今日ちょっと寒いよね。今日ね、生足なんだけどちょっと寒いね、凍りそうです。イエーイ。見てください。写真は撮ってません。あ、でもどっかに上がると思います。中間発表後に全部中ちゃんに投票しました。嬉しい。今日は久しぶりに冬な感じ。本当に冬って感じしますよね。あのね、
あのね、今週の金曜日からあったかいらしいです。寒いね。てかもう髪がさ、雨でボサボサなんですよね。どうしようか。今からまたお仕事なのにこんなボサボサではいけないです。カイロはね、全然使ってないんですよ。サッカー見に行くときしかカイロ使わないんで。はい、ね、あったかくなるらしいのね、皆さん。桜咲くかな、確かに咲くかな。そうそう、アイロン持ってないんよ、今日に限って持ってないんで、ちょっとどうしましょうか。ホイン、このホイン、やばい、頭の回転やばいよね今日。マジで寝てる頭が。どうしちゃおうかしら。ヤッホーということで、もうでもね、起きてきた。なんかね、全然寝た時の記憶がないから、起きたら冷凍白ぶどうの袋が落ちてました。冷凍白ぶどう食べたんですけど、寝る前に。冷凍白ぶどう美味しかったです。見てくれてありがとう。トーク会では後輩と、でもなかなか話さないですね、トーク会では。公演とかの方が話すかもしれない。何分くらい、いや本当に20分くらい寝ちゃったよ。みんなのおかげっていうか、みんな待たせてごめんね。いや仕事に遅れなくてよかった。そう、ほんとそれな、ほんとそれなです。お腹すいたわ。今日の夜ご飯は何かな。唐揚げとか食べたいな。明日は S 公演です。28日はお仕事です。多分夜配信。29日もお仕事です。多分夜配信。30日は、夜配信かなって感じ。31日は夜配信です。はい、3月の配信スケジュールです。皆さん、ね、そうそう、やばい、まつげが生えて、まつげがもうさ、湿度で下がって。顔赤いですか。メイク落ちたのかも。テンションバグってる。明日は朝配信です。お疲れっていう、ちょ、寝起きなんですよ、ごめんなさい、本当にごめんなさい。でもね、31日休みなんですよ。3月での30、31は休みなんですけど、ちょっと30はいろいろあってあんまゆっくりできないかもしれないけど、31はゆっくり配信できそうなので、なんかやろうかなって思ったりはしてるんですよ。ティーンズユニットラストスパートすぎる配信をするか、それはお礼配信にとっておくっていうか、公約配信みたいな感じで、いい結果だった時に皆さんのにお礼するためにその配信やるかみたいな、もう悩んでて、どうしようか、どうしよう。みんなこんな感じです、今の中坂です。明日初めてのバイトが始まる。うわ、それは頑張ってください。どこでバイトするんだろう。そう、31は日曜日、そうなんですよ、日曜日なんです。お礼配信でいいと思う。じゃあお礼配信にしましょう。15分になったので終わりたいと思います。夜できることほとんどないと思うんですけど、できたらやるので。塾の先生、そっか、頭いい方でした。そうだ、頑張ってね、ファイト。ということで終わりたいと思います。皆さん、こんなバタバタな配信を見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。今からお仕事の準備をして行ってきます。皆さんもケツ公演見てください。バイバイ。ありがとう、ファイトだって、ありがとう。
バイバーイ。行ってきます。